RF ラジオ日本。株式会社 RF ラジオ日本。RF ラジオ日本は、神奈川県を放送対象地域として、中波放送、AM ラジオ放送を実施する特定地上機関放送事業者である。通称は、ラジオ日本。旧社名は、ラジオ関東。2018年現在、資本的には、日本テレビホールディングスの参加企業となっている。 ラジオネットワークに属さない独立放送局であるが、ラジオ関西、岐阜放送と提携して、番組を相互供給している。かつては、極東放送、現、FM 沖縄ともネットを組んでおり、この四地区、神奈川県、兵庫県、岐阜県、沖縄県のみの天気予報を放送していた時期もあった。AM ステレオ放送は実施しなかったが、ラジコにはステレオで配信している。 長期にわたる、長州立低迷と経営の混乱、社会の墨託宣言参照から、日本テレビ、日程での資本参加を受け、参加に入った。日本テレビホールディングス、NTVHD の公式サイトでも、日本テレビ系、ラジオ中波放送として紹介され、中堅アナウンサーが隣番制で RF、ラジオ日本に出向したり、日本テレビ共産番組、 坂上美紀のエンタメ号、号、小バとの愛、私の図書室、他が放送されたりしている。日本テレビが放送持ち株会社体制に移行してからは、旧日本テレビたる NTVHD から新日本テレビの子会社に移動しており、NTVHD から見たら孫会社に当たる。神奈川県のつでありながら、日本テレビ、読売新聞社が資本に関連していたため、 いずれも東京都が本拠である読売ジャイアンツ、東京ドーム主観試合、東京ベルギ九1969、味の素スタジアム、国立霞ヶ丘陸上競技場を多と内い主観試合において、広告看板、何だろうマーク付きを掲示したことがある。なお、FM 保完中継局、ワイド FM 用として92.4メガヘルツが割り当てられており、2019年、 平成31年1月31日に、総務省関東総合通信局から、無線システム普及支援事業費等補助金の交付決定を受け入る。2019年、令和元年6月26日に、総務省関東総合通信局から、予備免許が交付された。南関東1と3県の中波局で唯一、中波の中継局を持つ。ラジオ関東は、開局以来、 洋楽のラジ席の通称で親しまれ、イベントでラジオ日本が出展するブースには、決まって自慢の洋玩ジャケットコレクションが掲示された。また、その後も女性アイドル番組など幅広く扱っていたほか、1970年代後半には、吉崎史平プロデューサーが、コールサインの、ジョーフをジョロックフレンズ、ロックフレンズと読ませ、ロック音楽に力を入れた。 しかし、創業に尽力した河野一郎の意を受けて、経営に当たった東山景久は、1977年、昭和52年に、巨人戦ホームゲームの独占中経験を獲得したことに乗じて、ワンマン体制を強化させ、社名を RF ラジオ日本に変更した後の1982年、昭和57年には、社会の木卓宣言を行い、 若者向け番組を敵視し大幅に削減。反響主義色の濃い論説や、演歌の多い、中高齢層対象番組中心に編成を一変させ、タクシーやトラックの運転手、一部保守的リスナー層に浸透した一方で、全体的には大幅な聴取率低下を招いたため、多くのスポンサーが撤退し、経営悪化が深刻になった。神奈川の県域放送として免許されたが、 南関東全域、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県で聴取できる実態があり、演算時代には東京支社に社員の9割が配置されるなど、東京支社が実質的な本社、演奏所として機能していた。1986年、昭和61年に横浜市土地開発公社が払い下げた横浜市中区の公有地。 現在の陶器場の本社所在地が、地元の放送は、防災広報等の共性があることを考慮し、実製価格の半額以下で、任意以上とされたにもかかわらず、建築計画には演奏所も、送信機もアンテナ等もない単なる、テナントビルであることが暴露され、あてて、放送設備等を備えた計画に変更されるなど、社会的非難を浴びる問題も生じた。会長として、 従前県政を振るっていた遠山は、体操の例前後の株音力自粛を経た1989年、平成元年4月以降、若者向け番組の完全廃除に踏み切る。さらには、意に沿わぬ局員を徹底的に左遷、解雇し、アナウンサーをキーパンチャーに移動して告訴されたり、管理職研修を自衛隊で行ったり、最盛期には150名以上いた社員を30、数名まで現人など、 恐怖政治的な人事、労務策を観光。その間、残った社員も、演算への不満を募らせていく事態に陥り、経営破綻も現実味を帯びていった。1993年、平成5年12月21日、演算はこの日に実施される予定だった、取締役会に遅刻。それにもかかわらず東山は、取締役会は定時に開催すべしと連絡したことで、 その日の取締役会は、演山が帝国に来ないまま開始された。本人到着を待つ間、長年の演山独裁に不満を募らせていた、東山以外の同局幹部は、その席上で遅刻している東山の解任案を緊急発議。審議は、全会一致で可決され、演山を公共の電波を預かる放送会社の代表として、ふさわしくないという理由で、電撃解任。 遠山が取締役会に到着した時にはすでに手遅れで、そのままワンマン体制に終止符が打たれた。これに先立つ同年3月、同局は巨人戦ホームゲーム独占中経験を失って、演算は主要提携先の読売新聞社から見放された形になっており、経営破綻は時間の問題だった。公認社長には外部から解任劇を筋書きした。 小林よそじと同じく、読売新聞、日本テレビ出身の富山志郎がついた。富山は、炎山の負の遺産の整理を進め、1994年、平成6年2月に、乱脈経営で会社に損害を与えたとして、炎山を告訴し、炎山の土地、家屋を差し押さえて、一族所有の同局株式を、日本テレビに譲渡させ、事実上の日本テレビ参加に収めたことで、 混乱に一応の収束を見た。これにより経営破綻寸前であった同社はそれを、免れ、以後数年間にわたって再建した。社会の僕宅終了後、編成方針については、当初は、競合他局との差別化を図る意図から、劇的な変化を避け、長年にわたりミッキー安川を複数番組で、徴用し、没後も、実施のマット安川を起用しているほか、 演歌番組も多く編成するなど、高齢者志向を続けていた。また、報道面では2009年、平成21年11月に深夜放送、ラジオ自治対談を開始する議員のトーク番組が多い等、演算時代の名残だけでなく、現在提携関係にある、読売新聞、日本テレビの影響もあり、保守的傾向となっている。2000年代以降には以前排除された。 アイドル系タレントが参加する若者向けの番組が主に週末を中心に増えつつあり、また土曜の夜です。ウハウハ大放送アニメストリートといったアニラジを復活させたりとイメージ不死色のキャッチフレーズにこんな番組もやってますとして夜のアイドルパーソナリティの写真を中心に散りばめた広告戦略を打っている。さらに2015年春から深夜アク。 ラジオ日本ネクストを開始し、アイドル番組枠を大幅に増やした。一方2016年秋から諸事情により、形式的には DJ を入れ番組として編成しているが実態はフィラー誘惑、ミュージックコンボイ、ザ・スタンダード、ミッドナイト・ミックス、フォーエバー・ミュージック、ミュージック・セレクション、ウェーク・アップ・ミュージックも深夜帯を中心に現れている。 放送時間は5時起点の24時間放送。放送機器メンテナンスのため、日曜深夜、月曜未明1時5時は休止。同局では、送信書、中継局を放送局と称する。企業、団体は、当時の名称、出店いわゆる、社会の木卓宣言以降の混乱からは近年は、落ち着いてきているが、 毎月番組の突然の打ち切りや時間移動は絶えず不安定な編成が続いている。極端なケースではタイムテーブルや公式サイト上の本日の番組並びに放送中番組名表示の変更が間に合わず終了した番組名が表示されることもしばしばある。前日の通り実質的な本社機能を東京支社が担っていることもあり生ワイド番組を含め 自社制作のほとんどの番組は東京支社スタジオからの創出となっている。横浜本社では月から木曜後もワイド、本社ビル1階のラジアントホールでの公開録音などに限られている。オープニング・クロージングのアナウンスは岡本美希のものであるが過去に男性アナウンサーが行ったものがある。いずれもこちらは上布 RF ラジオ日本。 じゃあ、RRF ラジオ日本小田原放送局です。というアナウンスが入っている。1981年、昭和56年秋頃に、なお、ラジオ関東は10月1日から、RF ラジオ日本と、社名変更しますとのアナウンスがあった。毎週月曜4時58分30秒頃から、やや、アップテンポな音楽が始まり、1 4 2二ラジオ日本と歌って終わる。 その後、岡本の声で放送開始であることを告げる。その後、五時の時報を挟んで、月曜の朝一番の番組へと繋ぐ。毎週日曜25時、月曜1時に、岡本の声で放送が終了することを告げる。クロージングでは、どちら様もご機嫌用のフレーズも入り、その後は、カーメンドラゴン式、キャピトルシンフォニーオーケストラが演奏する。 ウェールズ民謡のヨモス柄、オール、スルーザナイトが流れる。これは、前身のラジオ関東当時から使われているもの。時報は、パイプオルガン的な音色の電子音で4秒前から、ソシソ、ポーン、3、2、1のカウントダウンではない。1989年、平成元年頃までは、ソシソの部分が、チューブラーベル演奏であった。 文化放送の1979年、昭和54年までの時報と同様。現在は、地方局と同じ音程の時報だが、ポーンと伸ばさず、ポンとなった瞬間に、音が絞られる時報である。時報広告は少なく、散発的に聞かれるのみである。時刻案内も、稀に女性の声で、時をお知らせしますとある程度で、多くはされない。メロディに合わせて14、1422。 ラジオ日本と歌う、開局60周年の2018年から1年間、1422の部分が開局60周年のアナウンスに差し替えられていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。